源氏物語、源氏物語の登場人物、ひたちのすけ、ひたちのすけとは、源氏物語に登場する架空の人物、宇治十条に登場する人物、浮舟のまま父、本校で解説する。うつせみの夫で、のきわ平の父である、伊よ助も、すままから、関山ままで、ひたちのすけであった。ひたち国が、新能人国である以上、受領階級に属する、これら人物が、 日立守るであるはずはなく、正しくは、日立之助と記されているべきであるが、源氏物語の本文中では、多くの場合、日立守るあるいは、守るなどと記されている。これについては、新能人国である、日立国では、実質的に、日立守るの仕事をしている日立之助のことを、日立守ると呼ぶこともあったためであると考えられている。日立国史参照。 浮船の母である中条の君の夫であり、浮船の義理の父親である。物語の中に登場した時点では、日立之の助であったため、一般には、日立之の助と呼ばれているが、それ以前に、むつ守も歴任。神田地めの出身であるが、地方暮らしが長く、地方官としては、それなりに有能であり誠実ではあるものの田舎びた、人柄であり、風流の理解は、つけ人である。 浮船の母以前にも妻がいて、倉人式部、進む安でに嫁に行った娘たちなど何人かの子を設けており、浮船の母は5歳である。浮船の母を5歳として間もなく仏守るとなったため、浮船や浮船のカーラを伴って、道の区国に下った。浮船の母との間に後に、カオルに仕えることとなった小気味ら何人かの子を設ける。浮船との関係であるが、 浮船がジップである宇治八の宮に認められなかったことを浮船の母は哀れに思い他の子供より気にかけている。一方日立之助は実際の血筋は後期ではあるもののジップから認知されていないため公には三宅の血筋であると主張できない浮船は厄介者でしかないためよく思っておらず母の態度もあって浮船には冷たい態度をとることが多い。 それでも浮船が死んだと聞かされた時には、悲しんでいる。日立之の助は直接には、以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている、日立守の任期を終えて、家族を連れて上京する。当初浮船と婚約した左近の少々が、浮船が日立之の助の実施ではなくあまり可愛がられても、いないと知って、日立之の助の実の娘に乗り換えた。その際に、 左近の少々に対しての支援を約束する。その後妻が浮船の世話を頼むために、宇治の中の君のところへ行くことが気に入らず怒って、迎えをやる。浮船の死を知り悲しむ。その後浮船の四十九日の法要が行われた際には、主人顔で列席する。浮船が生きていることを知らないでいる。ありがとうございます。